コミュニティバス、コミュニティバス、コミュニティバスとは、地域住民の移動手段を確保するために、地方自治体等が実施するバスである。交通事業者が赤字路線から撤退した後、高齢者、障害者、学生など、交通弱者の交通手段が失われないよう、市町村等が費用を負担して、バスを委託運行することが多い。なお、 公共交通機関を利用できない高齢者や障害者などの交通手段を確保する施策としては日本で採用されているコミュニティバスの他に米国などで採用されている個別移送サービスであるやスウェーデンなどで採用されているタクシーの車両などを利用する予約制のフレックスルートバスなどもある。本校では日本におけるコミュニティバスについて説明する。コミュニティバスは 市街地で公共交通サービスを提供するほか、市街地内の主要施設や観光拠点等を循環する路線など様々な種類のものがある。いずれも従来の路線バスによるサービスを補う公共交通サービスとして運行されている。先駆けは東京都武蔵村山市が1980年に、 運行を開始した、武蔵村山市内循環バスとされており、同じく1980年代に、日野市で運行を開始した日野市ミニバス、1990年代に、現在のコミュニティバスの概念を採用して成功した、武蔵野シムバスなど、東京多摩地域を先駆けとして、日本全国各地に広がっている。自治体が民間のバス会社に運行を委託し、 運行経費の赤字分を自治体が補填する方式が一般的であるが、新宿区のようにバスの購入費のみを自治体が補助する場合もあるなど、その形態は様々である。共愛路線であったり利用者が少ない場合は、小型のバスが使用されることが多い。コミュニティバスは法的に明確に定義されている概念ではない。法的には普通の路線バス、乗り合いバスと同様、 道路運送法などの規定に従う。国土交通省のコミュニティバスの導入に関するガイドラインでは、本ガイドラインで、コミュニティバスとは、交通空白地域、不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、以下の方法により運行するものを言うとして、1、一般乗り合い旅客自動車運送事業者に委託して、運送を行う乗り合いバス、 乗車定員11人未満の車両を用いる乗り合いタクシーを含む。2、市町村自らが自家用優勝旅客運送車の登録を受けて行う市町村運営優勝運送と定義している。コミュニティバスは既存のバス事業者、またはその子会社が運行するもの、貸し切りバス事業者が運行するもの、地方自治体が運行するものなどがある。自治体が運行する場合にあっても、 地方自治体が国土交通省から運行許可を取得し、実際の運行は地元の貸し切りバス事業者や交通局、地方公営企業に委託することもある。これはコストや車両管理、運転手の雇用の関係である。また、鉄道路線の廃止や既存バス路線の撤退などに伴い廃止代替バスの形態で運行されることもある。京都市第五地区の第五コミュニティバス。 四日市市の生活バス四日市などのように、沿線住民が路線の設定など、運行計画に当初から関与していくケースがある。この他にも、外部の大学教授などが提案を行う例もある。事例としては少ないものの、特定非営利活動法人などに事業の運営を委託するケースもある。これらは、道路運送法21条、または道法80条に基づき運行されていた。 旅客需要数や道路幅の関係で乗り合いタクシーとして運行されることもある。宮城県石巻市、稲井地区の稲井豪や岩手県雫市町の姉子バスなどが該当する。またデマンドバスとして運行されることもある。通常の乗り合いバスですら高速バスを除き、形状的な赤字の状況であり、ましてやコミュニティバスは乗り合いバス事業者が運行しない。 または撤退した地域を運行し、しかも運賃は低廉であることから、収支均衡させることは極めて困難であり、純然たる営利事業として捉えることは適当でない。形状的収支で赤字形状は覚悟せざるを得ないものの、交通空白地帯の解消、公共交通の確保という公益的な観点から、市町村から運行費用の補助として赤字補填が行われるのが、 一般的である。市町村自身が、路線、便数、停留所位置など、コミュニティバスの基本的な要素を計画した上、運行の委託を、地元貸し切りバス会社に委託することも多い。なお、通常の路線バス、四条バスと呼ばれるにおいても、国土交通省や都道府県、地元市町村による赤字補填の仕組みがあり、路線形態、延長、実行実績によって、 役割分担が決まっている。市町村合併、平成の大合併に関連して、合併したそれぞれの市町村の庁舎、合併以前の役所や、中心市街地総合間を連結する交通手段を確保するため、コミュニティバスの運行が開始された地域もある。また、大災害、洪水や津波などの被災地において、自家用車が浸水した中で、移動手段として、 必要とされるコミュニティバスの支援が求められることがある。実際の運営方式は大まかには以下のように分類できる。このようにコミュニティバスと一般の路線バスの線引きは大まかにしかできず混同しやすくなっている。一つの自治体やバス事業者に上記のような複数の運営方式のバス路線が存在すること、コミュニティバスのはっきりとした定義が存在しないことなどが その一因と考えられる。日本のコミュニティバスの導入の発端は、香港で盛んに運行される、パブリックライトバス、ミニバスであると言われる。香港のミニバスは2種類あり、車体が緑のものが決まった、運行系統を持ち停留所も決まっている。車体が赤のものは、商業地区と住宅地区を結び、通勤や買い物の路線として、自由乗降が可能で、 ファジーな運行を行うバスである。日本の交通行政関係者が香港を訪れた時に非常に中密、安価、かつ合理的な経営をしていたことに驚きを感じ、日本でも短距離、省油総力、かつ安価な同様のバス路線は運行できないかと検討した結果生まれたものとされている。なお同様の地域密着型のバスは香港に限らず、 韓国のマウルバスなど他にも存在する。香港のミニバスは、校舎を知らせる押しボタンがないものが多い、運転手のサービスやみなりが悪い、立ち席がないなどの欠点があり、日本のコミュニティバスの導入の際は、それを克服した形での導入となった。日本におけるコミュニティバスの先駆けは、1980年代に東京多摩地域から始まった。 1980年、昭和55年7月1日に運行開始した、東京都武蔵村山市の武蔵村山市内、循環バスがその先駆けであるとされる。武蔵村山市は、東京都の市で唯一、市内に、鉄道駅が存在しないため、交通不便地域が多数存在した。その解消のため、市が、マイクロバスのイスズジャーニー L を購入し、 立川バスに運行を委託したものである。これに続いて1986年昭和61年8月20日東京都日野市で日野市ミニバスが運行開始した。これは市が行政サービスの一環として市内のバス路線のない地域にミニバスを運行するというものである。当初の車両は小型バスの日のレインボー RB が使用された。市が直接 バス路線を開設することは現実的でないため、日野市内で路線バスを運行していた京王電鉄バス。当時、京王帝都電鉄が路線開設と実際の運行管理を引き受けた。これら、ミニバスの運行形態は、それまでの路線バスと一線を画する、全く新しいものだった。そのため、やがて全国各地で類似の形態での路線バスサービスを開始する。 自治体が続出し、それらはコミュニティバスと呼ばれるようになった。その後1995年、平成7年11月26日、東京都武蔵野市でムーバスが運行開始した。計画段階から綿密な需要調査が行われた結果、循環経路、均一運賃、短距離間のバス停設置など、その後のコミュニティバスに共通する特徴を方向づける。 運行形態が採用された。運行は関東バスに委託され、車両は開発中であった小型バスの日のリエッセが使用されることになり、日の自動車の協力も得られた。運行開始後、ムーバスは大きな成功を収め、テレビなどマスメディアでも相次いで取り上げられた。これに触発されて、各地でコミュニティバスの開業が相次ぎ、コミュニティバスという概念が 全国的に広まることとなった。こうして東京多摩地域から始まったコミュニティバスはムーバスの成功によって全国各地に波及し、それぞれの地域のニーズにあった多様な取り組みがなされることとなった。1999年3月28日に運行開始した石川県金沢市の金沢フラットバスでは斬新な車体で、 商店街やアーケードの中を走行するトランジットモールなど従来のバスにない発想のもとに運行され注目を浴びた。車両は輸入車のクセニッツシティ EE を使用し,いいよし,よし国内で初めて小型ノンステップバスをコミュニティバスとして導入した。運行は北陸鉄道が受託している。また、1995年8月28日に発売され、 ムーバスでも使用された、昨日野、DS では、小型バスとしては初めて、全中に扉の路線仕様が標準で用意され、車椅子用のリフトも装着できた。従来のマイクロバス、小型バスが、定員や乗降などの面で、路線バスとしての仕様に難があったのに対し、小型バス車両の進化によって、コミュニティバスに適した車両が生産されるようになり、 それまでバスが入れなかった境外路線にもルートを通せるようになった。1990年代に入ってコミュニティバスが普及した背景にはこうした車両技術の進歩によるところも大きい。2002年にはノンステップバスの日のポンチョ初代三菱不走からもエアロミディ ME が発売され車種選択の幅が広がった。コミュニティバスに共通する特徴については 事故で記す。おおむね次のような特徴を持つことが多い。既存のバス停留所、鉄道駅などから遠く300メートル程度、また公共交通機関空白地帯で、共愛路、坂道があったり、需要が小さいなどの理由により、通常のバス路線を導入することが困難な地区を対象としている。住宅地と市役所などの公共施設、医療機関、金融機関、 繁華街、ショッピングセンター、交通結節店、鉄道駅、バスターミナルなどを結ぶ。中心地から離れた集落など、利用の少ない停留所は、要望や予約がなければ経由しない路線もある。デマンドバスも参照。一直線からほど遠い巡回型の経路設定や、循環路線が多く見られる。また一方通行の循環路線も多い。通常のバス路線よりも、 停留所の間隔が一般的に短く、細かく停留所が設置されている。この特徴のため、既存のバス路線を補うように運行されている場合もある。停留所には駅ナンバリングのように番号が振ってあるところもある。ナンバリング設定後にバス停を新設する場合、前後のバス停の番号に枝番号を付けたものを付与して対応することがある。 路線上に存在する事業所、小売店舗、工務店、委員などがバス運行に協賛している場合、その事業署名が定流署名として採用されることもある。中型以下の車両を用い、それまで大型車両の入れなかった道幅の狭い住宅街等へも路線を伸ばすことが可能。使用される小型バスは、リエッセやポンチョのほか、マルチライダー。 クセニッツ社のバスなど外国製の車両を導入した例もある金沢市など輸送量が少ない路線ではハイエースなどのワンボックスカーやセダン型タクシーも用いられる。低床でバリアフリーに対応したノンステップバスや車椅子用リフト付きバスが使用されることが多い。燃料に圧縮天然ガス CNG や液化石油ガス LPG を使用したり、 アイドリングストップ機構を搭載したり、電気自動車に改造されたりするなど、公害の提言がなされているものが多い。地域によって様々な仕組みが取られている。100円から200円程度の均一料金制、既存バスに合わせた運賃制度などが挙げられる。既存バスよりも安い運賃設定の場合、運行バス会社の定期券や東京都シルバーパスの ような福祉パスが利用できない場合も多々ある。大都市圏のコミュニティバスにおいては、追加パスも、スルッと関西やイコカなどの交通系、IC カードが使える地域がある。専用の一日乗車券や回数券、定期券を発行している、自治体もある。定期券の場合、一般路線バスと同様に通勤、通学定期券の用意がある場合、福祉乗車証として、 高齢者や障害者などのみに発行する場合などがある。また路線維持のため、沿線の世帯ごとに、毎月一定額の経費負担を行ったり、回数券を購入するといった協力が行われている地域もある。運賃計算においては、車両運用の都合上、終着後直ちに系統番号を変え、または同じ循環経路に入る連続運行が行われる場合にも、 運賃計算を打ち切らず通算し、一旦下車の必要もない地域も存在する。通常、AB 間と BC 間は独立して運行しているが、AC 間を続けて運行する便に、B 停流所をまたいで乗車した場合、循環路線の場合は、始終点をまたいだ場合であっても改めて、初乗り運賃が発生せず、乗り越しできる路線もある。なお、地域によっては、 運賃無料のところもあるが、運行形態としては送迎バスや福祉バスに近く、友情を前提とした路線バス事業としては別のものとして考えるべきである。正式な路線バスではないが、許認可、運賃収受、停留所設置などの都合上から、バス運行を行う NPO 法人に運行経費の出資をし、会員証の発行を受けた住民のみを、 利用対象としているものもある。横浜市港北区で運行されている菊のお出かけバスは、福祉運送施設からバスを借り、ボランティアが運転する方式を取る。運賃は無料であるが、会員でないと乗れない。その他、自治体の財政難から自動車学校の送迎バスを福祉バスとして活用させてもらう地域も見られるが、この場合は自治体が学校側と協定を結んだ上、 利用対象者、高齢者、障害者に利用券を交付する形態を取ることが多い。住民に親しみを持ってもらうため、相性やデザインを公募して採用したり、自治体のゆるキャラをラッピングするなど、車体のデザインや色の工夫もある。中規模以上の都市では高頻度運行、15分ごと30分ごとなど、パターンダイヤとなっていることが多い。毎日定時の運行ではなく、 決められた曜日のみ運行したり、学校の就業時刻などに合わせて、曜日ごとに時刻が変わる路線もある。土曜、休日、お盆は運休する路線。年末年始は全便運休となる路線もある。山和高田市の希望号のように、第一、第三月曜運休という地域も見られる。通勤時間帯とデータイムでは異なる運行経路を取る地域も存在する。 例として、北名古屋市の北バスでは朝夕に各住宅地と駅を往復し、昼間は公共施設、病院、商業施設等を順環する。時間帯により運行形態が変わる地域も存在する。木津川市の木の津バスは奈良交通の一般路線と重複する区間が多いが、通勤・通学に利用される朝晩は従来通り、奈良交通が直接運行。 主に高齢者が利用する昼間時はコミュニティバスとして集落内も経由する方式をとっている。また、飯田市においても新南交通が運行を受託する市民バスの走らない時間帯は地元タクシー会社が運行を受託するデマンドタクシー、飯田学乗りタクシーを利用する仕組みが取られている。その他、美濃加茂市のあいバスではタブレットをバスに搭載し、 音声合成でアナウンスを流し、時間、区分別情報人数を記録する、新王タクシー開発のシステムを導入している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。